はい、おはようございます。お疲れ様、あわやすよしなおし。火曜日サプライズ登場ね。今日はリフレッシュの お休暇をいただいてございましてね、やらさせていただこうかなってね。久しぶりね、まあ久しぶりは日曜日ね、以来でございますがね、ちょろちょろっとやらさせて、今レオは横でこれもんでレオお顔出して、お顔出して、いいじゃん、後ろでね。ちょっと昨日病院行って、昨日その前ぐらいからかゆかゆがちょっと出てましてね、まあ暑いからどうしても、ね、で先生のとこでかゆかゆかゆが出てもうたもんで、ステロイド薬3日分追加、まあ追加というかまた出てしまったっつうところでね、残念な結果になってますね。体重は変動なしということでね、耐えてございますが、まあ減ってきとったからね、減ったら具合悪いということでね、やらさせて、元気は元気やけどね、食欲もあるし、暑いからお散歩は帰りはタクシー呼ぶという形は毎日のことでございますが、今日もまあ、台風の影響、今台風が鹿児島、奄美大島、喜界島のあたりね、いるという情報でございましてね、鹿児島、奄美大島、喜界島でたらルーツでございますからね、天津のごめんやけど父ちゃんと母ちゃんのふるさとでございますからそっからで出てきたということでね、天津でございますけれどもね、今日から一発ちょっとやって世界発信してね、皆さんお仕事中の方、暑い中ご苦労さんでございましてね、ラストまでやっていただいて、この天津のちょろちょろがね、癒し応援歌、ね、今10時24分かね、夜中で、昼までに飛ぶかどうか分かりませんが、ショートでやったらすぐ飛ぶかなんでね、べしゃりもほどほどに会うたら喋りたいなっていうことね、なってまうから、今日はまずはリフレッシャーからのんびりさせていただいて、お昼のご飯買い出し行くぐらいでもなんかちょっとぐらい外出ようかなぐらいでね、レオとリーちゃんとリフレッシュしようかなぐらいでね、館内、この関西圏、近畿地方、土曜日、金土ぐらいにね、こっちの来るんかなっていう予報でございますけどね、皆さんも備えていただいて、準備していただいて、身の安全確保していただきたいなという形ね、ということでやらさせていただく世界発信で、アマゾンの自己満でとって鹿児島はいつも泣いてった。ひ弱で不親切で邪険な街だった。親父とおふくろは泥にまみれ銭を羨み、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。ゴーゴーと不安が立ち上る隅っかを、凍える風が暮らしをすり抜けていった。雨どいを伝う雫を見るのがたまらなく嫌だった。逃げ出したくて思いをかきむしるだけだった。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。
れ、突き動かされる、あの時のまま、そういつかの少年みたいに。まだわかんねえ、まだ。乾ききれない浴衣が揺れていった。縁側の向こう遠い記憶が霞んでく。俺は今揺れる船の上に立ち、叩きつける7月の雨を見ている。全てが1秒ごとに意味深く進んでる。水平線から土手パラに日が昇る。ひと時の音が激しく違うことを知った今、俺は鹿児島をつざく何にしてた。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。今日も一日頑張ってまいりましょう。喉がね、今5ぐらいでございましてね、まあ喉もこんな調子だけれどもね、ほら顔はこんな調子やからね、いうところで大喜利ありがとう。りーちゃんも頑張ってる。バイバイ、よろしく、頑張っていこう。また土曜日お会いしましょう。よろしく言うて、今夜またお会いして、それないかな。